しい声にすっかり聞き惚れてしまいました。カナダに来て3年目、そして今日は1歳半になるお子さんが客席から応援してくれています。今回初登場の花田香織さんには、聞くだけで元気が出るというこの曲で盛り上げていただきましょう。皆さん手拍子お願いしますね。ブルーバード。